アッシュレディオ。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。いやー、よろしくお願いします。平和が一番ですね。なんか言ってますか。質問に行きましょうか。行きましょう。先日 SNS で牛丼チェーンなどの一食の利益が少なく、バイトで店舗を回す薄利多売企業が多いせいで、外食に個人店が多かった昔に比べて一食あたりの事業者側の利益が少なくなり、流通する金額も少なくなり、昔より飢えている。薄利多売が進んでいくにつれて、どんどん我々は給与面では貧しくなっていくという理論を展開されている方がいました。これに対して私は納得いく部分とも疑問点が混ざっているのですが、うまく疑問ができません。あ、言語ができません。この主張に対して芦名さんの見解を教えていただけますでしょうか、という質問です。あ、だからその要はそこに書いてあるのは、うん、どんどん牛丼の値段が安くなっちゃうから、はいはいはい、本来払える給料も払えなくなるよっていうことでしょ。うん、そういう話です。そういう話じゃない気がしていて、はい、なぜなら、最低賃金はずっと上がり続けてるから。ほう、確かに。だから牛丼屋さんだけが苦しいよね。確かに。だから従業員は全く苦しくないよ。うん。で、日本ってのはもう世界最高峰の国だから、はいはい、もう国民を 守られ倒してるんだよ。ほう。だって働くのに自分で給料交渉しなくていいんだよ。うん。絶対にこれ以上安い時給を上げちゃいけませんよっての国が決めてるんだよ。うん。だから普通はどこでアルバイトするかっていうことを決めるっていう、この決断から商売って始まるわけやん、うん、はいはいはい、従業員のね、うん、でもこのどこで働くかってことを決めないでいいっていう国なわけよ、うん、決めなくても絶対に東京だったら1041円の最低賃金が1時間働いたらもらえるわけよ、うん、はいはい、とんでもない話だよ。確かに。だから従業員の給料が下がっていくってことはまずありえない。なるほど。だから企業はどうやってその中で企業が儲けていくかっていうのは考えなきゃいけないね。うん、確かに。もう牛丼の値段上げるしかないでしょ。うん。でも結局その市場競争の原理が働いて、うん、自分たちが上げるってなると自分たちだけ儲からなくなるから、うん、お客さん来なくなるから、はい、だからもう仕入れを変えないといけないですね。そう、原価をいかに落とすか。そう、うん。だからでかい企業になると原価率を 1% 削減するだけで、それって 1% 利益だから、うん、1000億の企業が 1% 削減するだけで、うん、それって10億すごいっすね、うん、それに命かけてる人たちがいるわけです。そうだよ、そうだよ。 1% でもその仕入れコストを下げたら10億儲かんない。すごいっすね。そういう世界。ああ、なるほどね、うん。玉ねぎをどこから仕入れるかとかで、そう。で、それで言うと逆に売り上げを 1% でも伸ばせたらそれ10億儲かるから。確かに。いや、すごいな、うん、ちょっとそういう世界をなんか知りたいですね。うん、池井戸潤みたいな世界を。そう。下町ロケットみたいな。最近でも牛丼食べます？牛丼は食うね。どこ行ってます？何？僕は吉野家だね。ああ、ここら辺あります？この辺はない。ああ、最近、はい、なんだ、なんか大阪の人と飲むことがあって、はい、そしたらその人が酔っ払って1軒目から2軒目に行く間に牛丼屋に寄って牛丼を4つぐらいテイクアウトして持ってきたの。2軒目の店に。すげえ失礼な人なんだけど、まあでもすごい、食事の提供はないから、まあ持ち込み、食事の持ち込みはいいですよみたいな雰囲気なんだけど。なるほど。で、牛丼途中で食ったらうまくて。なるほどね。つまみとして。なるほど、確かに。それやっちゃうね。あ、やっぱ炭水化物とお酒ってやばいですね。あ、でも米は食わないよ。もう上だけ。あ、上だけ。これやっぱパスタとワインとか、ああ、あれすごいっすね。僕合ってないんだよね。あ、そうなんですね。あ、パスタとワインはね、憧れるよ。すごい憧れる。なんかかっこいいじゃん。かっこいい。でも合ってないんだよね。なるほど。寿司とワインどうですか？ああ、いい。ああ、いいけど僕ワインがあんま合ってないんだ多分。あ、そうなんですね。確かに。
あと小麦があったんだよ。だからビール飲まないじゃん。確かに確かに。ビールあってないんだよね。麦は大丈夫ですか、じゃあ。小麦。麦焼酎？はい。麦焼酎は大丈夫。ああ、大丈夫なんですね。麦焼酎は蒸留させるから。なるほど。あれも麦じゃない。すればいいんですね。そう。そうか、ビールは蒸留してないもん。そう。なるほど。蒸留酒じゃないとダメなんですね。蒸留ってすごくない？あの技術。どういうきっかけであれを見つけたの？いや、それ僕めっちゃ思います。ビールとか、ね、誰が作ろうと思ったのっていう。ね。で、あれをうまいって言い始めた人が頭おかしい。いや、そうなんですよ。うまくねえし。うん。冷蔵庫ができるまで。うん、確かに。冷たくないと美味しくないですもん、ね。うん。ぬる苦汁じゃん。確かに。あんなぬる苦汁をさ、うめえうめえってなんかその考え方がちょっとバグってるよね。うん。いや、コーヒーとかもそうじゃないですか？ああ、確かに。わけわからんんですよ。コーヒーはイタリア人だね。あ、そうなんですか、うん、アフリカじゃないですね。イタリア人が、アフリカはただ豆を栽培させられてるだけでしょ。ああ、なるほどね。コーヒーとかもそうだし、なんか誰がそれをしようって考えたっていうのがすごいっすよね。ね、うん、木の実を食うとかのがまだわかるじゃん。はいはい。直接っすもんね。そう。でもなんかさ、え？昔ってさ、あ、そうそうか、火を起こして、肉を焼いて食ってたってことじゃないですか。そう、焼かなかったらダメだっていうことに気づいたんだ。焼いた方が美味しいってことに気づいたんですか。ああ、食いやすいとか。はい。すごいよな、それ。それで何年かかったんだろうね、その進化に。確かに。焼いた方がいいっていうの。なんか今の人類だったらさ、なんか1日2日で気づきそうじゃない。そうっす。焼いた方がいいなっつって。確かに、そうっす。でも当時の人たちって焼いた方がいいっていうその発想さえないじゃん。うん。いやでも僕最近すごい思ったのが、まあ今その飲食店とかいい飲食店、うん、なんか美味しそうに食べるとかインスタ映えとかあるじゃないですか、うん、当時から多分あって、ほう、それが、うん、多分いたんですよ、グルメが。ああ、うん、これ焼いた方がいいんだとか。ああ、なるほどね。で、この皿で食うとうまいんだっつって土器ができたりとか。なるほどなるほど。多分いたんですよ、そういう人たちが、うん、インスタ映えの人たち。なるほど。港区女子が。なるほどね。確かにそうだね。そう、だからグルメだったら多分その時から生まれたんじゃないですか。うん、ずっとグルメっていうのはいたんじゃないですか。なるほど。それで言うと、あの塩を生成できたってのが一番強い気がするけど。あ、塩ってもともと海から作ったんですかね。海じゃない。うん、まあ、海か、全部、うん、塩の生成とかはめちゃめちゃすごいけどな。塩、胡椒。胡椒の方がよっぽど後じゃない？うん。インドの話ですもんね。うん。あそこら辺の話やっぱロマンがあるよね。そうっすね。なんか、あーいいっすね。なんかそういうのもしたいっすね。ってこと？教育番組。ははははは。本当かどうか自分で調べろっつって。はい。根拠はねえっつって。中田あっちゃんがやってるみたいな。うん。あの YouTube 大学的な。確かに。中田敦彦のあの描写がいいよね、うん、描写が分かりやすいんだろうね。はいはいはい。口頭表現力。そうだね、うん、なんか登場人物をキャラクターにしてくれるから。そうっすね、そうっすね。おい秀吉みたいな。そう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 。分かりやすいですね、確かに。次の質問いきましょうか。いきましょう。これ読んだかちょっと分かんないですけど、ちょっと読んでたらすいません。うん。私自身学生時代からカリスマ性のある芦名さんの一挙手一投足には注目をさせていただいており、芦名さんのチャレンジングな人生についても刺激をいただいております。そんな芦名さんにずっとお伺いしたいと思っていたことがあります。慶応、アメフト、電通、プルデンシャル、アメリカのそれぞれの環境で経験されたことや感じられたことが今のビーツの礎になっていると思いますが、ビーツを創業経営されている中で芦名さんの価値観や判断軸に大きく影響を与えた経験や感情を教えていただきたいです。特にフルコミッションの営業会社であるビーツという組織で社内での共通の価値観の共有浸透を大事にされており、そのような点で、点も考慮された社内評価制度を作られているのは、プルデンシャル時代に組織の課題やマネジメントの難しさなどを感じられた経験からそうされているのかなと勝手に想像しておりますという質問です。うん、その通りです。なるほど。どちらかというと、多分じゃあアメリカで何を見ましたとか、うん、プルデンシャで何を経験、電通で何を経験して、うん、でアメフトで何を学びましたとかっていうそのポジティブな話は、はい、
実はあんま関係なくて、ほう、それよりもその常に課題解決しかないっていう、うん、でその課題解決っていうのはビジネスの課題っていうその論理的な課題解決っていうのも数字的な課題解決ももちろんそうだし感情的な課題解決っていうのもあるんですよ。で、うん、僕の場合は感情的な課題解決なんかすごく大きくて、はいはい、だからビーツを作る とか時もそうだし、じゃあこれから何をやるってもそうだし、うん、その感情的に一番あの面倒くさくね、うん、コミュニケーションコストのかからないことをしようっていうことで次々に作っていくことが多い。なるほど。だそれで言うとあの僕が、アメリカに行く前プルデンシャルにいて、はいはい、でアメリカ帰ってきてからまあ仕事を始めてそれからビーツを作ったんだけど、うん、いやビーツの前にいた組織は僕プルデンシャルだから、はいはい、そのプルデンシャルの時のいろんなその課題、うん、精神的感情的な課題と論理的数値的な課題の解決を総動員して作ったみたいな感じだ。なるほど、うん、じゃあ今後もし、まあ、あのビーツの時代のビーツ経営者としてのアシナを考えた時になんか、うん、今後の人生にこれは課題だったな、解決しなきゃいけないなみたいなのは、ああ、いやめちゃめちゃあるよ。なんか一番ありそうですよね。めちゃめちゃあるよ。僕は多分もう組織持たない。なるほど、うん、なるほどね。個人ビーツ以外で、うん、もう組織は作らない。ああ、それはどういう課題を感じたんですか。まあ一つは僕の性格だよね。ほう、あの最近僕が毎朝ね、うん、アーティストウェイっていうノートを書いてるんですよ。アーティストウェイ日記ってさ、はい、基本的になんか みんな日記書く人って多分夜とかに書くと思うんだけど、うん、まあそうですね、今日一日の終わりを、そうそうそう、はい、僕朝書くんだよ。なるほどね。朝その時に思ったことをつれづれなるままに書くんだけど、あ、朝起きて思ったこと、まあ、起きて思ったというかその時思ってたこと。へえ。でそうするとめっちゃ言語化されて、はいはい、なんかセルフコーチングみたいな感じなんだけど、はいはい、なるほどね。でその時に気づいたのが僕の一番強い愛情に気づいたんだよ。ほう、自分の愛情の矛先が何かっていう。なるほど。で多分僕は社会愛なんだよね。なるほど。社会を多分愛してんだよ。へえ。だからその社会が、うん、なんかこういう風になるんだったら、うん、自分は金もいらないし労力がどれだけかかってもいいって思える、うん、なんかとんでもない性質を持ってるなと思って。すごいですねそれは。社会愛、はい、ソーシャルラブ、そんな人いないですよ。うん。で、はい、まあビーツの課題みたいな話というかその僕の性格にもよるんだけど、うん、社会愛はあるんだけど、うん、なんかそうじゃない愛に欠けてるんだよ。なるほどね。なるほど、うん、はいはいはい。だからその一般的に言われる社長みたいなのはできないんだよね、うん、一般的な社長はやっぱ会社に対する愛とかっていう話ですか。社員とか、あ、そうそうそう、その社員に対する愛っていうのは、うん、僕からすると、うん、社会愛が全ての根源なわけ。ああ、なるほど、はいはいはい。でその社会に対して、うん、従業員をしっかり作って環境を作って、なるほどなるほど。でそのために会社をどうしていくかっていう、うん、でそのためにじゃあお金をどういうふうに稼いで使っていくかっていう、うん、じゃあそのためにどうやって資金調達をしていくかっていう、はい、そういう順番なわけ。なるほど、順番が全く違いますね。そう、でも普通の社長って多分、うん、なんだろう、あのみんなで飲みに行ってとか、うん、そうっす、なんかそういう感じじゃん。はいはい。そっちの方向ができないのよ。なるほど。いや、まさにそうですね。うん、そうだからその興味がないわけじゃないんだよ、うん、社会愛でしかないって。そうっすね、うん、それすごいですね、うん、それどうやって分かったんですか。いや、アーティストウェイを書いてたら。すごいなそれ。やろうかな今日。びっくりした。お、勝手に自分の筆が社会愛って書いてて、ああ、それやろうかな。だからそれもあのこの間マキとさ、あと手嶋くんっていうあの、はいはいはい、動画のことさ、はいはい、打ち合わせしたじゃん、はい、であの後かなんかに書いたんだよ。へえ。でその時にその SNS をやる理由やらない理由みたいなの書いて、はいはいはい、やる理由って何かなと思ったら、うん、多分その愛情というかその
社会への愛情みたいなことに行き着いて、うん、なるほど、なんだこれと思って、なるほど、まあ、確かにこのラジオ もう社会貢献ですからね、社会愛でしかないよ、はい、ビーズも社会愛ですよね、そうだからそれに対してでも時にはあの投資家が絡んでくるとか、うん、時には、従業員が絡んでくるとか、時にはお客さんが絡んでくるとか、うんうんうん、その社会愛 100% 社会愛じゃないことに、うん、僕はすごく辛くなるわけ、なるほどなるほど、なんで僕はこんな社会のことを愛して、うん、社会を前進したいのに、うん、自分の金のことしか考えないやつがいるんだ、なるほど、っていうことをなんかイラッとするのも、はいはい、なんか良くないなっていう、なるほどね、ただビーツは、はい、その社会愛まで綺麗なトライアングルがしっかりできてるから、そうですね、確かに、だからそれはそれで、はいはい、あの組織としては成立してるよっていう、うんうん、だから自分が稼ぐために組織を作るってことはできないなっていう、うん、なるほど、それでも難しいですね、社会愛とのバランスはどうしていけばいいんですか、だからそこに常にこう攻めあぐねてる感じだね、うん、はいはい、まあ、そのためにはやらなきゃいけないこともあって、やりたくなくてもやらなきゃいけないことはあるみたいな話になってくるんですかね、いやそれは最適解じゃないから、ああそうなんです、ね、そうだからそうなってくると、うん、じゃあ究極の社会愛って何かっていうと、僕は建築だと思ってる、うん、おお、なるほど、へえ、だから例えば、まあ、ジム&サウナもそうだしビーツもそうだし、うん、僕はその建築的な観点で店舗を作ってるじゃん、はいはい、でそこに来たお客さんが喜んでくれればいいっていう、うん、なるほど、それが社会が喜んでる、はいはい、でそこで僕が賑やかしをして喜ばせようとは僕は全く思えないっていう、うん、なるほどね、そのやりたくないことは社会愛じゃない人たちに任せるっていう、ああそう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 、はいはい、逆に言ったら社会愛を持ってる人多分少ないから、人口的に、うん、間違いないですね、多分それは僕しかできないから、うん、それは僕がやります、なるほど、まあ、役割なんですね、もう社会は、あ、僕はお金もらわなくてもいいんでやりますよっていう、はいはい、だからそういうノリだから、なるほど、でもその社会愛のに向かってない人と付き合うのは、うん、あのお金もらってもやれないかなっていう、ああなるほどね、なるほど、めちゃめちゃ面白いですね、ぜひ皆さんも朝起きてから日記を書いてください、はい、ありがとうございました。